広島人大学は日本の特定非営利活動法人。広島を拠点とした生涯学習を推進している。2010年5月に設立された。略称は人大。授業などで使われるバナー NPO 法人、渋谷大学のノウハウを移転して開校した5校目の姉妹校。学長は平尾淳平。大学を名乗っているが学校教育法のうたう学校法人。 大学ではない。通常の大学とは異なり、先生や生徒となるのは一般の街の人々であり、キャンパスは広島の街全体としている。運営スタッフによって探し出されてきた先生によって、毎月様々なジャンルの授業が行われている。授業に参加するためには、生徒登録をした上で、参加したい授業へ申し込む必要がある。授業料は無料もしくは実費となっている。 2011年9月13日現在、登録生徒数は約1000人となっている。複数回、複数月にわたって同じテーマで参加する授業をゼミナールとしている。広島の H と広島人の人をもとに、広島に縁がある人と人がつながり、支え合って一歩未来に踏み出していくイメージとしてデザインされた。ひらがなのに間違われることが多い。 作り手と使い手がつながるマーケットを春と秋に開催している。2011年8月現在、全国に発行の姉妹校を持つ。最初に開校したのは渋谷大学であり、広島人大学は5番目の開校となっている。ありがとうございます。